扉が。最終総国の場所ですね。ああ、あんたたちよくここまでたどり着いたわね。教官サラ、最初はあくまで実験的なクラスというだけだった。アークスへの適性の高さと帝国を映す鏡としての出身の多様さ、リーンやエマみたいな背景はさすがに想定はしていなかったけど、発起人である王子殿下や学院長の思惑を超えた集まりになってくれた。互いにかけがえのない仲間となった。そして狙いはあったにせよ、ミリアムとクローが加わってリーンの下でさらに新たな風、ユーナにクレト、アルティナ、アッシュにミゼが入ってくれた。元祖担任教官として最後に言わせてもらうわ、あんたたちは最高のクラスよ。言われるまでもないでしょうけど。教官もうちょっと不意打ちすぎですよ。最高のクラスか。旧校舎での試練でも同じ言葉が出たが。あの時よりもはるかに深く染み入る言葉に聞こえるな。え？そうだったの？うん、実はそう。そういやあの時だけはサラが来てなかったっけ俺でさえ入り込んでたのにな。あ？そういう意味じゃ、なんでサラは準機動車なんだ？言われてみれば灰の試練は受けていませんし。なのにいつの間にか鬼神の戦いでもつながってたわね。うん、言われてみれば。ちょそこに突っ込んでくるわけそれを言ったら私たちだって同じですし。多分7組であるという自覚がそれを成り立たせているんでしょう。それと機動車であるディーン教官の認識もありそうですね。なあ、なんていうかサラ教官はこちら側だって感じがしたからな要は大人げないってことか。いえいえ、生徒に寄り添う得がたい資質の教官ということで。せっかくいいことを言って締めようとしたのにもう本当あんたたち一筋縄じゃいかないわねですが何よりの言葉でしょう。ありがとうございます教官そっか、さあリン、ここから先は君の出番よ。はい、言葉は尽くした。あとは力と意志を示すだけだろう。この先で待つのは呪いの元凶、それに仕組まれた最終総国、そしてエレボニア騎大の宰相にして伝説の大帝であった人物もいる。帝国や大陸、世界の命運を俺たちだけで背負うのは重すぎるが、最高のクラスとしての力と意志を一つにしてぶつけることはできるだろう。行こう、過去と現在の呪いを打ち破り、俺たち全員の未来を掴み取るために。ああ、
いよいよだな。一応先に言っておくが、楽しかったぜ、クロ。ああ、俺の方こそどうなるかわからないが、最後までよろしく頼む。ああ、任せとけ。まずはよくぞ参ったと言っておこう。我が騎士たちと人に最強を制し、赤と金の力を手に入れた。並大抵の試練ではなかったはずだ。ああ、みんな恐ろしいほどに強かった。さすがはあなたの騎士たちに、あなたを出し抜こうとする連中だ。この要塞を陶器で満たすのに少々やりすぎだったことは認めよう。だがこれで全ての条件が整い、終わりを始めることができる。その前にバリマール、剣と共に来るがいい。そうか、バリマールにとってかつての起動者だった人物。リン、どうする？ああ、来てくれ。久しいな、ドライケルス。いや、根性ではギリアス・オズボーンだったか。どちらで呼んでも構わぬ。リーンが世話になった。それにどうやら全ての記憶を取り戻せたようだが。うん、ディアンヌのおかげだろう。うんうん、僕もこうして出られるようになったし。ミリアンもこうして再び話せるようになったのは良好だ。リアンヌには感謝せねばならんな。うん、すごい人だったと思う。僕もまたおじさんと会えて嬉しいよ。そうか、7組の面々も改めてようこそ。アリサ君、マキアス君、ユーシス君、エリオット君、エマ君、フィー君にガイウス君、ミュゼ君にセリーヌ君だったか、バレスタイン、ラウラ君、クルト君、クロウサギにユーナ君にアッシュ君には改めて詫びる必要がありそうだね。アームブラスト、とりわけ君にも。ったく、調子狂うからやめてくれ。俺はただじいさんの代わりに一発殴りたかっただけさ。やりすぎちまったが、そこはまあお互い様だろ。違いない。なんて悠然とした。それでいて自然体、どこまでも堂々とした風格。さすがは希代の宰相にして獅子神皇帝と言うべきか。そして黒の起動者にしてリーン教官の。リリアス・オズボーン、ここに至るまでにようやくあなたが実の父親だと実感できたよ。少しだけテオ父さんに申し訳ない気分ではあるけどね。テオはその程度は気にせぬだろう。お前は彼の息子であり、私の息子でもある。ルシア殿の息子であり、カーシャの息子であり、ある意味リアンヌの息子とも言えるだろう。ああ、そうなんだろう。これまでの流れや
水鏡を通じて俺たちはあなたの真実を垣間見てきた。帝国の呪いの渦中にあった男クロに支配され同化されつつも鋼のような意志で己を保ち続け、帝国の世界の俺たちの敵となることを選択した人物。そしてそこに容赦や手加減などは存在しないんでしょう。リーンが私たちが叶わなければ世界を滅ぼすことに一切の躊躇はしない。想定外だったのは千の陽炎、それに殿下の光まとう翼かしら。七の総国がどうなろうと終末を食い止める可能性はわずかにある。ええ、特に後者についてはお互い青天の霹靂みたいでしたし。ああ、上出来と言えるだろう。ドライケルスだった頃の私は晩年未来に絶望したまま生を終えた。それがリアンヌに余計な使命感を抱かせることにもつながったが、それと比べれば随分マシな状況のようだ。黒の攻防でも見たが、まるでこの世の悪意が全て込められたかのような。ミリアムの剣とは似ても似つかないね。黒の武装でもあるもう一本の終末の剣、とある理由で女神の聖獣をほふることは叶わなかったが、この世界において最も強力な物理兵器にして概念兵器であろう。さて、それでは最後の準備を始めるとしようか。まずはそなたらの礎を築いたドライケルス・アルノールとして命ずる。全身全霊で抗うがいい。トールズの七組よ。イエス、頼んだ。イエス、日本マルキー。我が獅子の覇気にひれ伏せがよい。大丈夫？ありがとう。私の番ね。任せろや。こいつはおまけだ。油断大敵ってな。僕の番だね。アークス駆動。ああ、覚悟してもらおう。やあ、敵ユニットの傾向を解析。
うん、掴めた。僕の番だな。覚悟してもらおう。ここだ。合わせてくれ。いいだろう。任せろや。なかなか楽しませてくれる。私の番ね。はあ、私の番だね。番だね。
私の番だね。せーの、やっ！はあ！とどめ。行くぞ。最高だ。行くわよ。僕の番だな。若獅子たち。
行くぞ。アークス駆動。やあ。私の番です。また書きなさい、ディークオニキス。行きます。起動、フラグラッハ、レッツ。行きます。俺の番だな。アークス駆動、俺の番だな。行くぞ。やうなれ、うおー、螺旋劇、崩れた。そこだ。いいだろう。はあ、行くぞ。下がれ。甘いわ。はい。はあ、はあ。私の番ですね。
の番だな。アークス駆動。さてと。起動プラグラッハ。レッ。任せるがいい。また書きなさい。ピークオニキス。いいだろう。ありがとうございます。さてと。
駆動。それ。やあ。ありがとう。レイドラム。ありがとうございます。アークスク。はあ。私の番ですね。
士の至宝の力が融合し無限増幅する大いなる位置、それを御するため七つに分けられた力のかけらが一つに戻る瞬間、キナ、オルディーネ、お待ちください、我が主よ。最終総告は地上の対戦が佳境となる中で行われる想定です。明日以降でないと闘争のエネルギーが足らずサイレン星が不十分になりかねませんぞ。十分だ、すでに世界は闘気に満ち溢れている。剣を切り結ぶ前から勝負が始まっているよ。ああ、その通りだ、行くぜ。私たちもサポートします。うん、よろしく。私の力と意志、可能性の全てをぶつけるがいい。それが叶わなければ私ギリアス・オズボーンが全てを滅ぼす。望むところだ、神技対魂の全てを合わせてでも。